暦の説明書のコーナーです。上海研究学院の李希英です。今日は二十四節気の22番目冬至の伝統と由来を説明します。冬至は毎年12月21日前後で年によって変わります。冬至は太陽が最も南の南回帰線にあるため、北半球では日中が一番短く、影が最も長くなる日です。冬至は中国語で数九寒天と言われます。この数九は冬至から数えて9日間ことを一つの区切りとし、9番目まで数える時、寒い冬が去る時期を迎えます。唐代の詩人白居易は冬至の数九寒天に自らの感情を重ね合わせ、心に染み入る作品に書きました。冬至夜怀香菱，唐·白居易。雁至无由见，寒侵不可侵。何堪最长夜，俱作独眠人。何堪最长夜は夜の長さや冬の寒さをしびしびと感じることができます。さて、冬至の三候は一候蚯蚓節、二候泥脚節、三候水泉洞です。初候の蚯蚓節は土の中のミミズは丸まっているという意味です。また、次候の泥脚節は鹿の角が落ち始めるという意味です。末候の水泉洞は冬至を過ぎると太陽の動きが新しい周期に入り、高度が上がり日が伸びるので、山の中の射水の水は流れ、ぬくもりを持つという現象を表しています。これに対し日本の初候と末候は中国と異なります。初候は夏枯れ草生ずで、ウズボグサの芽が出てくるという意味です。ウズボグサは冬に芽を出し夏に枯れる植物です。末候は雪渡りで麦を出すで、雪の下から麦の芽が出てくる季節と指しています。冬至は二十四節気の中でも特に重要な日で、中国では戦争を祭る、宴会を開くなどの行事を行います。宴会では必ず餃子やワンタンが食卓に並びます。餃子は張秋桂が作ったジャオルというものが起源です。ワンタンにもある伝説があります。漢の時代、北方の郷土はしばしば中国の辺境で人々を困らせていました。郷土にはワンとトンという二人のリーダーがいました。人々はこの二人を嫌ってワンとトンを食べてしまい、平和に暮らせるように願ったのです。これがワンタンの始まりです。冬至にワンタンを食べる習慣は代々受け継がれていきました。冬至にワンタンを食べると記録した最も古い古文書は宋の時代のもので、ワンタンという呼び方は唐の時代に初めて決まり、餃子と区別されるようになりました。その後、中国の南方で冬至はワンタン、夏至は麺、北では冬至は餃子、夏至は麺を食べる習慣ができました。また、中国では冬至に羊肉や羊肉のスープを食べることが多いです。漢方で羊肉は体を温める効果があるとされています。そこで今日は羊肉のスープの作り方を紹介しましょう。まずは材料を見てみましょう。羊肉、そしてネギ、生姜、大根です。角切りにしたラム肉を水から茹で、白っぽくなったら鍋から取り出します。また別にお湯を沸かし、塩を適量、そして大根を入れ3分ほど煮ます。
そしてラム肉、生姜、ネギ、料理酒を入れ、さらに水を加えて中火で煮込みます。沸騰したら火を弱め、アクを取りながら約1時間煮込みます。大根が透明になり、ラム肉に完全に火が通ったら出来上がりです。冬至は滋養にとって最も適した時期です。また、羊肉は優れた滋養効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。また、冬至後の30天、つまり3番目の9日間まではとても寒いので、適度に運動して体の陽の気を養い、免疫力を高めることが大切です。それではまた次回。暦深読みの説明書でした。